こんな話がある。誰にでも親切な心優しき男が皆から忌み嫌われる怪物と仲良くなったそうな。その男は怪物にも情が通じると思っていたが、その男は結局怪物に殺されてしまった。怪物は所詮怪物ということだ。お兄様を撃つのですか？世はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。一、織田に戻ってくれ。そなたにとっては茨の道。一は長政様の妻、どこまでもお供いたします。久秀の目論見は外れた。天下の運命は信長の手中にとどまったままだった。だが久秀は諦めてはいなかった。彼は信長の義弟浅井長政に目をつける。越前朝倉家討伐に向かった信長の背後で長政を寝返らせ、織田軍を挟み撃ちにしたのである。今度こそ信長も終わり、北総へ向久秀に信長は己を逃がす先導役を命じる。信長の覇気に飲まれ、久秀はその命に服す。どうせ信長は脱出できない。久秀はそう確信していた。反逆の将、金ヶ崎撤退戦。悪党はお好きかね？いらっしゃいませ。お買い得品があります。毎度ありがとうございます。
海路に陣取る敵が邪魔よな。ほうが一枚この手だよ。お宅の企みを見抜いた上で許してる。そこが気に入らんのよ。見ておれ、最後には悪が勝つのだ。やれやれ、そこが信長のお気に入りなんだよね。お首相様、やられた諸君、言いたかったかね。お首相様、材料の大見を突き切らねばならない。大見の豪族は当然織田の敵ばかりだが、朽木元綱なら話がわかる。諸君、
言いたかったかね。楽そうにしてくれるわ。姉が親しむ。働き報われればよいが、この剣は心を切るためにあるのです。敵の方が一枚上手か。そう、打ち取ったよ。切り進む。戦なき太平の世を見るまで。覚悟せよ。追撃の命を受け参上。無事に退却しましたね。Yeah!
敵は今が今。働き
報われればよいが。せい救援コウ知ることなくては悪党と言える。信長様を裏切るとは、長政殿はなんと愚かなこと。ああ、長政は悲惨な最後を迎えるだろうよ。長政だけではない。信長に敵対した者は全て悲惨だ。
それが圧倒的な武力を用いた恐怖による支配。でも本当に太平につながるのかな、光秀。それは天下に武を敷くという信長様のお考えが間違っていると。いやいや、天下不武自体は間違っとらんと思うよ。乱を収めるのに手っ取り早い方法だろう。だが我が輩は長政が滅ぶのが惜しゅうてならん。織田が武力で天下をまとめた後、民は何を欲する。慈悲、愛、優しさ。当然だ。永遠に苛烈では民は疲れ切ってしまうからな。長政には素質があったのにな。長政が信長の世を継げば戦なき地平は確定だったのに。どっかにおらんかな、信長と違って優しくて民大思いの将は。信長は我が輩が長政を焚きつけたことを見抜いておる。その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは許さん。ならば我が輩は奴を討つ。我が輩は今幸運に信長が京へ引くための先導役を務めてあれ。この道にももうじき信長が通る。そこであらかじめ用意した穴がこれである。おお、信長がすっぽり入るいい穴ですね。そこにこの火薬をぶち込みます。信長様、あと少しで今日です。我が輩はここで追手を止めますゆえ先に。久秀、先に行け。余は宇野に先導役を命じたはず。あ、ですが、その何と申しますか、もう今日は近いゆえ先導の必要もないかと。先に行け。余の命が聞けぬ。あ、そんな、あ、ダメ。あ、あ、久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。